本当に言語化するのすごい上手だと思う。言語障害あるって言ってるけど、うん、私もこれも完全に性格の問題なんだけど、気にしなさすぎるからどう表現していいかわからないっていうのが正直あったりとかして、難しい。うん、だから私もその言葉を出しづらいとか、言葉が完全に出ないとかないけど、高知の気の障害はあったりもしたから、私はできないことをちゃんと自分で受け入れたりとか知るっていうのすごく大事だと思っていて、できないことが何かわかんなかったら練習のしようもないから、私生活のことって本当に自分で気づいてないから、サボ君の状態すごい勉強になるなっていつも思ってるんですね。え、かわいい。素敵。絶対、絶対嘘じゃん。そうそう、だからほんまに、大事でしょ。片まひももちゃんって聞いてたんですけど、まず見えないし。うん。し、ほんまに美人やから。うん、でも本当に私もそう思いました。サボ君の、お洋服出展されてて、そのユニバーサルってイベントで、そこで行った時に、どこが麻痺なのみたいな。普通に可愛いし、イケメンだし、うん、すごいポジティブな印象だね。もう主に喋りやすいし、あと何より僕ちょっと喋るのが、派手さな部分があるんですけど、うんうんうん、すごいリードしてくれる。喋りやすい。めちゃめちゃジェントルマンです。すっごい優しい。歩くときとかも、手貸そうかとか、なんか開けてくれたりとか、椅子引いてくれたりとか、すっごい優しい。もうなんか、王子様って感じのキャラです。じゃあ、ほんまに好きな食べ物何ですか？アメリカに行かれるんですよ。じゃあ、その、アメリカと日本酒がどっちの？ご飯。日本食。日本食。それはどういう和？和食大好きなんですよ、私。ハンバーガーは普通に好きだけど、毎日食べれるかって言ったらあんま食べたくないなと思うし、ピザも好きだけど、アメリカナイズされたピザも好きだけど、毎日食べるの絶対日本食かなと思う。彼女いますか？ちょっといいですか？動画で。あ、サボ君がいいの。大丈夫、大丈夫です。いません。ないんだ。めっちゃ冷めるじゃん。いないんです。あ、そう、どんな人がタイプなの？そうですね。謙虚な方。常識がある人。好きな女優さんというか。ああ、いいね、いいね。長野芽郁さん。ああ、ね。清楚系が好きなんだ。そうですね。私も好き。ドラマとか絶対見る。ももちゃんは好きな派で。俳優さんとか、鈴木亮平さん。こういうね、ガシッとしてる人結構好きで。うん、大阪のデートどこ行くの？大阪、テーマパーク好きなんで、USJ。へぇ。もう雰囲気が好きなんですよ。ああ、じゃあ楽しいポップなところが好きって感じです。そうです。だけ。ロマンチスト？お手本みたいなこと言いますね。暗がり峠、調べてみよう。暗がり峠、自然結構好きで、夜景もいいけど朝日タイプかな。朝モーニング、朝5時ぐらい見に行って気持ちいいってなるの。なんかそれこそ去年ホノルルマラソン走った後に山登り行って、朝日見に行った、朝4時ぐらいに起きて、もう1時間ぐらい車飛ばしてもらって、ここから山登って朝日を見るっ